おはようございます。釣り子 TV です。今日は2月最後の日なんですけども、千葉県のとずらっぱらダムにやってきました。1日頑張ってみたいと思います。さあ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 、だいぶ終わりの時間が近づいてきちゃったんですけど、当たりもないまま、あとね、釣りできるの15分20分ぐらいかな。いや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 、あったかいんだけど、思ったよりね、太陽が出なくてね、風が冷たくないんで、どうにか助かっておりますが、さすが一応2月っていうことで当たりがない。あー、ここ2回ぐらいね、釣れないながらもいい感じのバラシとかブルフラットで何回かもらってるんで、よっしゃ、来たぞ。でけえ、あー、バレたー。ありゃー。ねえ、ほんといいタイミングでスポーンって入れば釣れてくれそうなんですけど、まあ当たりがないねえ。やっぱ一雨欲しいってところなんですかね。結構釣れました、うん、あー、いいな。朝からやってるんですけど、ゼロ引きで。今日、あったかくなるって言ったんで来たんですけど、あんまり太陽出なかったですね。あー、今だって6度ぐらいでしょ。あー、いや、先週来たら8度ぐらいまでは上がったんで、今日ぐらい9度10度ぐらい行ったのかなと思って来てみたんですけど、もう上の滝の方でヘラがはたいてるのみたいなの、あのバシャンまで行かないですけど、水面の下でギランギランってのを2回ぐらい見たんで、ありがとうございます。よし、よ
よっしゃ来たー、よっしゃ、よっしゃ、超久しぶりのとずらっぱらバス2月最終日来ました。はい、久しぶりのもう終わり、ちょい前に1匹だけ釣れました。ルアーはね、ベコンクローに 7g のシンカーをつけたリーダーレスダウンショット、まあ直リグっちゅうやつですかね。こんな感じのカバーから出てきてくれましたよ。おい、結構ね、ちっちゃいながらいいとこにかかってくれております。ありがてえ。春はだいぶ近づいてきております。結構いいとこにかかってます。ベコンクローね、2月に連れてくれてありがとう。静かにシュッと帰ってきました。で、釣れたのはこんな感じのごちゃごちゃのカバーの奥に入れてちょん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 やってたらグググググ来てくれました。ねえ、冬でもこういうシャロ打ちカバーで反応してくれると嬉しいですね。じゃあ引き続き頑張りたいと思います。はい、一匹釣ってもう帰らなきゃいけない時間なんですけどもね、せっかくなんで新しく買ったゾディアスね、これがどんな塩梅か見ながら帰っていきたいと思います。まずね、6フィートだからやっぱ取り回しはいいのと、軽いね、これソウルシャットの真ん中のサイズですけど、スパーンと飛んでいってくれるんで、で、こう竿先がねプリ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 と追従してくれて、すごいね、なんかシャットとか投げていて気持ちいいですね。まあちょっとね、この時間だともう釣れないかもしれないけど、こういう感じで真冬のタンっていうあたりを取るのにはこういうね、竿でたかたか巻くのが一つありなんじゃないかな。今フロロカーボンの4ポンドラインでやってますが、軽快にスパーンとここら辺まで行ってほしいなっていうところまでは飛んでいて、まあでもこれを P ラインとかに変えるとさらにスコーンと飛んでいくんでしょうね。まあでもとりあえず今ワーム用に巻いてあるフロロカーボンラインで投げてみております。ウィードじゃないんだけど水草みたいなのがあっていい感じなんだけどな。まあ何にしてもこういう軽いミノーがやっぱスパーンと飛んでいくね、この感じなかなかいい感じっすよ。グラスコンポジットね、でこれが今ソウルシャットの真ん中のサイズっつうのかな、中間のサイズなんですけども、ではでは、例えばレベルミノーとかね、これだとどうなんだろう。まあベイトで投げる感じのやつも、うん、気持ちよく、そんなに嫌な感じなく気持ちよく投げれますね。
邪悪してもバットが残る感じなんで、魚が来た時もこうフッキングとかも良好そうですよ。うん、これねちょっと大きめの今レベル2の、ただライトパワーじゃなくてミディアムライトパワーなんで、スコーンとさすがスピニングなんでハラハラハラって気持ちよく飛んでいってくれます。はい、あっという間の帰着時間です。どうにかね、ベコンクローで釣れてくれました。サイズはねちょっとね小ぶりだったけども、カバーからテンテンと気持ちいい当たりが来てくれたんで、これでですね心置きなく2月を終了して、3月に向かうことができます。どうにかねあの冬のデカバスパターンっていうのを、やってみたかったんですけどね、ちょっとサイズは小さかったんですけども、まあ丸坊主でなかったんで、引き続きね、これから春のシーズンの釣り楽しみたいと思います。